にちは、マギシです。こんにちは、タカヒロです。今日はドイツで働いてみたかったら何をすればいいかということについて話したいと思います。そうですね、私は日本の会社で、働いているんですが、副業で、ドイツに移住したい、あるいはドイツで就職をしたいという方のためのアドバイザーも副業でしております。そうですね、基本サービスとしてはその仕事の探し方、あとはビザのやり方、あと家、家の探し方ですね。そうですね、その3つが基本的な三本柱になってまして、それぞれの人の能力であったり職歴であったり、ドイツへの期待、何を期待するのかとか、そういったことをスカイプでカウンセリングをして、どうやって移住をしたらいいのか、どうやって就職活動すればいいのかというカウンセリングが1本目ですね。でもう1つはビザの代行の部分ですね、ビザの手続きの部分で、3つ目がアパート探しの代行の部分になります。で、2つ目と3つ目は私ではなく私のビジネスパートナーに依頼することになります。どうしてそれをやろうと思ったんですか？私がドイツで就職するにあたって、非常に苦労したのが大きいですね。と言いますのは、インターネット上に、確かにドイツでの就職方法であったり、移住方法というものは情報あると思うんですね。ただ情報がありすぎて自分に何が合ってるのかわからなくて、ありすぎることは全くないのと同じぐらい結構問題だなっていうのはあったんですね。そうですね。あとなんかこう、日本語である情報とドイツ語である情報って全く違うんですよね。そうですね、全く異なりますね。なるほど。で、そしたらその例えば家の探し方とか自分も最初苦労してて、でそれを日本人に解決をする、日本人がドイツで住んでみたかったらその問題を解決するサービスをやってるってことですよね。そうですね、やっぱり、ドイツ自体に興味を持ってる方っていうのは多いと思うんですね。例えばドイツ語を勉強したことがあるとか、ドイツに留学したことがある、あるいは今しているとか、で就職活動をして、ドイツ関連のことをしたいと思っている方、あるいは社会人になってからドイツに移住したいと思っている方いっぱいいると思うんですけど、ただ、そういったいろいろな問題、心理的なハードルが大きすぎて、なかなかドイツに移住しようとか、あるいは就職活動しようとか踏み出すことが難しいと思うんですね。で、そういった細かい不安を私のカウンセリングを通じて取り除いていって、一人でも多くの方がドイツに行きたいと思っていただければ一番嬉しいなと思ってます。なんか自分のサービスの強みとかは何ですか？そうですね、私の場合は冒頭でも説明しました通り、実際にドイツで働いています。で、日系の会社なんですけど、従業員はドイツ人ばかりで、私のオフィスに関しては私だけが日本人で、みんなドイツ人という職場なんですね。で、実際にドイツで、働く中で、生の経験や生の情報を持ってアドバイスができるというのが強みですね。なんかこう、日本の就職活路とドイツの就職活路ってだいぶ違うと思うんですけど、それ、なんかどこから勉強した方がいいんですか？まずその履歴書の書き方、あるいはその仕事の探し方と、なんかスーツもリクルーティングスーツで来たら多分葬式かなって思われて失敗されるかもしれないので、そこもだいぶなんかいろいろ違いますよね。そう、いろいろ違いますね。今回全部お伝えすることは難しいと思うんで、面白いなと思う違いをいくつか挙げたいですね。例えば履歴書であれば、履歴書のフォーマット、用紙っていうのはドイツはないです、ないです、ないです。だから日本であればある程度型が決まっていて、その型に情報を落とし込んでいくっていう形なんですけど、ドイツの場合はもうその型自体が自由なので、もう自由に自分で自在に、職務経歴書であったり履歴書を作ることができる。で、もう一つは、写真が、違いますね。もうちょっと絵がそうですね、これがドイツスタイルで、日本の場合こうかな、こうですかね、ドイツで。でもそれは簡単です。ドイツに行けば、ドイツの写真の店に行けば、そのお姉さんが、いや、あの服はダメだとかいろいろ多分言ってくれるんで。あ、そうですね。そこはあんまり心配しない方がいいんですけど。そうですね。なんか面接のやり方も
ちょっとだいぶ違いますよね。でもまあ基本日本もインディードとかを使って、ドイツもインディードだったりあるので、はい、ただその面接自体のやり方はだいぶ違いますよね。そうですね、あの割とリラックスしてますよね。あとドイツ人であれば、最初に面接官と会った場合握手から始まって、うん、そう握手、それは全く違いますよね。あと水くれる、水とかコーヒーとか全然くれますし、うん、でそれに対するお作法がないので、日本であれば例えばどうぞおかけになってください、どうぞお飲みくださいと言われた時に飲みますよね、うん、ドイツはもう飲みたい時に飲む。そう、なんかまず運転どうだったかみたいな、すぐ会社見つかったのかみたいな。あ、それよくある質問その時ネガティブなこと言わないというのがポイントですよね。そう、たとえ雨が降っていて道に迷ったとしても、まあ、例えば晴れていたら簡単に見つかると思いますとか、まあ、そういうポジティブな言い方をして印象を与えるってことですよね。まあ、だから皆さんもしドイツで、まあ、仕事をしてみたかったらぜひ彼に連絡してみてください。この動画のリンクの下に彼の、ホームページを載せますのでぜひ連絡してみてください。でもしドイツの就職とかに関する質問があったらコメントで教えてきてください。今日もご清聴ありがとうございます。チュース。これで何分ぐらいになるの？